はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は久々にチューハイということでね、はい、キリンの、本搾りチューハイの冬缶。冬缶ですね。ここに書いてあります。カボス、すだち、ゆず、グレープフルーツ。果汁が 10%。あんまり、少ないですね。期間限定、アルコール度数 6%。うん。普通本搾りって、このシリーズかなり、30% とかアルコール度数じゃねえや。ね、果汁が入ってるのが特徴なんですが、今回は少ない。原材料がグレープフルーツ、柚子、すだち、かぼす、ウォッカ。うん。となってます。ね。まあ、一応このシリーズはまあ割と好きなんで、買ってみました。お前も久々だな。いや、乾杯。うん。ああ。ここに糖類無添加って書いてありますね。うん。糖類無添加。甘くない。うん。まあ、グレープフルーツの味が全面に出て、で、うん。で、柚子っぽい香りもして、うん。うん。まあ、まあ、すっきり。ただ、やっぱり、そこまで濃くないですね。うん。なんか最近、あんまり、ね、ビールの新商品とか、あんまり見ないんで。やっぱ冬だからかな。うん。ちょっと、わかんないんですけど。あんま出てないんですよね。チューハイもね。あ、ここあれなんだ。製造工場が富士五田城蒸留所。これ有名ですね。個人的にはですけど。静岡県。静岡県って言うと、どこです?富士山の近く。まあ、富士山の近くですね。はあ、はあ、はあ。はあ、なるほどね。はあ。ふぅ。なるほどね。富士山の近くだな。うん。ああ、鼻が痛い。うん。まあ、まあ、割と最近。まあ、なんだ、会社の忘年会行ってきましたけどね。まあ、うん。まあ、個人的には、まあそこまで楽しくはなかったかなと。ね。うん。で、ね。ちょっと、
ね、嫌なこともあったし、みたいなね。叱られたりもしまして、ちょっとナイーブなんで、なんかあんまり、ね。まあ言いたくはないんですけどね。まあちょっと、へこみましたけどね。忘年会でそういうね、のやめてくれと。少なくとも。ね。忘年会で仕事の話はやめてくれと。正直。そう。で、関係ないんですが、今日、まあ、休みだったんで、まあ実は昨日も休みだったんですけどね。あれを食べてきました。セブンイレブンとかの、チキン、売ってるでしょ。あれをですね、なんか、黄金チキン、なんか、黄金チキン。ローソンの黄金チキンとかね。なんかプレミアム系のチキンをいろいろ食べてきましたけど、ぶっちゃけ、いろいろ食ったけどね。正直。まあ確かにケンタッキーの方がうまいとは思うけど、少なくともケンタッキー高すぎる。あれ、ケンタッキー値上げしたっぽいですね。250円ぐらいだからな。値上げしたんだかしてないんだかわかんないけど。1本250円ですもんね。チキンね。250円は高すぎるって。さすがに。ねえ。てか、すごいな、これ。本搾り、この、国産リンゴってのがあるっぽいですね。果汁 49% だって、すっげえな。何これ。国産リンゴ 49% って、半分じゃねえか。すご。半分リンゴじゃん。まあでもやっぱね、値段が安くて美味しいエルチキはうまいですよ。個人的にやっぱエルチキがうまかったな。いろいろ食ったけど。安いし。エルチキがチキンのあれで一番安いのかな？多分ね。ローソンの L チキ。ね、俺あんまりこういうとこ、食わないんで。何が L チキ？ L チキはどこになるのかっていうのが、まずわかんない。ですけどね。まあ。ねと。やっぱ美味しいんじゃない？ L チキは。やっぱり。ね、唐揚げくんとかもあるしね。エルチキホットとか128円ですからね。エルチキ。ね。他にはもうなんかいろいろあるけどね。なんかあそこら辺のやつってなんか大体ほら、ない場合が多いでしょ。レジの横にさ、こうバーって並んでるけどさ、大体欠けてたりするじゃん。何にもなかったりとか。食いたい時に大体なかったりするから、大体もう買わないんだけど。でも唐揚げくんとか美味しいですよね。唐揚げくんレッドとか、エルチキホットとかね。唐揚げくん北海道チーズって。あ、そう。
あれも食いたいですね。あの、今度、マクドナルドで、とうとう、うまそうなのが出ましたけど、なんか、ポテトとチーズの混ぜたやつを揚げたようなやつ、ね、あるよね。あれは、ぜひ、俺はいただきたいと思いますけどね。今度発売するらしいんで。お、やったーと。ですね。よし、よし、と。こんなもんかな。ね。はい。今回は、コク、二つ星。まあ、これはコクはないでしょ。だいたいフルーツにコクなんてもう、まあ、やっぱスッキリ系ですからね、フルーツったらね。うん。甘みはないです。ので、二つ星。あ、一つ星。香りが四つ星。まあ、いろいろ、あの、柚子とか、すだちとか入ってますんで、割と香りは強いですね。おすすめ度は三つ星。正直、パッとしないですね。うん。ほとんど、柚子とか、ねえ、ありきたりな味しかしないんで、まあ、こんなもんかな、という感じです。それではご視聴ありがとうございました。